1833年に渡辺火山が描いた畠村陣屋のスケッチ。3回雑誌書斎。大垣神殿藩は美濃国、三河国領国に所領を持つ藩。大垣藩の師藩で別名は畠村藩。藩長は三河国厚見郡畠村にあったが明治2年に美濃国大野軍の村に移された。藩は戸田市鉄の次男、戸田氏常が 旗本として取り立てられたことに始まる。宇治つは1619年三河国厚見軍の旗村をはじめとする五家村に1500国を領することとなった。もともとこの五家村を統治していたのは水軍州の系譜を持つまみ足だったが、これにより所要を失った。この間の事情はよくわかっていない。ついで同国根か郡内で700国を活用され、明暦元年。 兄の戸田市神から、美の国王の軍内の神殿4 0 0国を加増されて六千二百国の治療を得た。その後、戸田市里が後を継ぎ、元読元年七月、市里の後を継いだ戸田市政の時、兄の戸田市帝から美の国内の神殿三千国を分与され、さらに養父の市里の所領と厚み軍内の神殿分を合わせて一万国となったため、ここに大垣神殿藩割立藩し、藩長を 三河国厚み群畑村に置いた。藩領は三河国内に3000国、美濃国内に7000国あった。その後市政は元禄十四年に有名な朝の長典りの事件に連座して出資を止められている。市政の後を継いだ戸田志望は大番頭、創社番西丸若年寄を歴任し、戸田氏の戸田氏用途代が続いた。明治2年最後の藩主戸田志領は 藩籍奉還した後の同年5月、藩長を美濃国大野軍野村に移したため、ここに大垣神殿藩は野村藩と改名した。近くの民家に葬門と役所門がそれぞれ移築されている。一万国不大戸田氏正十五位下、淡路守戸田氏傍十五位下、淡路守戸田氏の十五位下、淡路守戸田氏幼十五位下、淡路守戸田氏教十五位下左近証言。 戸田う治のり十五位下、淡路守戸田市水十五位下、淡路守戸田市領十五位下、淡路守の村藩幕末の領地を参照。ありがとうございます。